パリオリンピック2024スケートボード男子ストリート予選、大会4日目イコール日本時間29日、コンコルド広場、今大会がオリンピック初出場となる14歳、小野寺銀雲、銀雲、選手はスケートボード男子ストリート予選に出場。ひときわ小さな体で躍動し会場を沸かせるも、惜しくも予選敗退となりました。小野寺選手は、 22年の日本選手権で史上最年少優勝し、23年の世界選手権では銅メダルを獲得。また、XGames 千葉2023ではアメリカのレジェンドであるナイジャ・ヒューストン選手を抜き、歴代最年少優勝を果たしました。2回目のランで83、51の高得点をマークした小野寺選手。 ミツルを辞して迎えたトリックでは1回目、2回目と点灯。3回目ではしっかりと決め93、57の高得点をマークするも、4回目、5回目と点灯して得点することができず、予選14位で決勝進出を逃しました。予選を終え、小野寺選手は、初めてのオリンピックの舞台は楽しかったです。 練習の30分前くらいからちょっと熱中症みたいになっちゃって、大会の時もあまり記憶がないし覚えていないから、ちゃんとしたことは言えないです。多分楽しかったですとコメント。さらに、ただ単純にもっとスケボーがうまくなりたいですと声を詰まらせながらも前を向きました。